現地8月9日、パリ五輪は大会14日目の全競技が終了。日本勢は女子レスリングフリースタイル58キロ級で櫻井つぐみが、男子レスリングフリースタイル57キロ級で樋口玲が、そして女子ブレーキンではアミ、湯浅ア,アミ、がそれぞれ金メダルを獲得した。これで日本はメダルランキングで一気に4位に浮上。金16個、個銀8個 銅13個の計37個で、前日の7位からジャンプアップした。公式メダルランキングは金メダルの個数が優先され、数字が並んだ場合は銀、銅の順で順位が決定される。トップ3は1位がアメリカ、金33個、2位が中国、金33個、3位がオーストラリア、金18個。日本の後は5位英国、金14個、6位フランス。 金14個、7位韓国、金13個、8位オランダ、金13個、9位ドイツ、金12個、10位イタリア、金11個となっている。前回の東京五輪で日本は金27個、銀14個、銅17個で計58個のメダルを獲得し、メダルランキングでアメリカ、中国に次ぐ3位で大会を終えた。